はい、おはようございます。というわけで、外でね、道の駅では食べられませんので、急遽もうここの中で、もうしかもね、もう急ぐ必要がありますんで、とにかくね、早く行かないと。今ね、時間は何時だ？時間は6時25分ね。もう20分ぐらいで飯食ってすぐに、菅沼へ参ります。それで、ここに、ありますように、ここの近くでね、またね、ベイシアでね、またね、刺身を買いましたね。簡単にもう刺身とおにぎりと、まあ他にもちょこちょこっと買ったんですが、とりあえずね、ここではこれでもう朝飯にします。醤油をちょっと朝飯にします。こう狭いとこで、これここにあるんだよ、ほらね。ここに置いといて、これをテーブル代わりにして、映ってないね、映ってないけど、まあいいや、テーブル代わりにして、だけど斜めになってんだよこれな。これでいいか。テーブル代わりにして醤油をここに入れてね。ちょっとね、もう本当にできたらもう10分ぐらいでね、食べたいんで、はい、箸はね、また買ってきました。わざわざね、は、箸ね、これだけ買うわけにいかないから、こんだけ買わなきゃいけないね。まあね、東京に持って帰って使えるからいいけど。はい、じゃあ、朝ごはん、いただきます。あ、そうそう、これ。おにぎり。おにぎりっていうか、これはおむすび、おにぎり当たり前だけど、鶏五目ご飯おむすび、鶏五目ご飯おむすびね。はい、じゃあ刺身いただきます。ああ、わさび入れるの忘れた。もう頭の中ね、朝暇だらのみ、本当にね、もう驚くよね。頭の中、朝暇だら一択、朝暇だらのみ。昔はね、女のみだった。あ、同じことかな。女が蝶々になっただけの話ね。え、はい、いただきます。いいね。刺身はもうちゃんと冷やしとけば、昨日買ったんだけど、美味しい。何よりも肉は魚ですからね。魚しか食べない。うまい。うまい。おにぎり。ボロボロ落ちるな。うまい。朝霧マザロをこれから取りに行こうと思ったら、何でもうまい、いい女に会おうと思ったら何でもうまいのと同じこと。朝霧マザラ城は市場先生がおっしゃるには午前中においでになるそうです。
あれこれ美味しいな。噛んでるとだんだん美味しいね、美味しさが出てくるね。うん。うん、美味しい。昨日はここの道の駅、なんだもう忘れてる、尾瀬片品、道の駅尾瀬片品、ここで車中泊しました。なんかね、車中泊してる人たちの動画を見たら、道の駅でね、車中泊はね、ダメなんだってね。ねえ。そんなアホな。ねえ。今日はね、晴れてるしね、少し曇ってるから、今日はね、アサギ食べてるとあれだ。はい、私は牛乳はね一切飲まないです。牛乳を飲まない代わりに何を飲んでるかというと、はい、豆乳ですね。豆乳、牛乳を飲まない理由はやっぱりね、あの 牛肉にしろね、お肉にしろ、牛の体にあるものはやっぱりいろんなのが入ってるんですよね。その牛とか牛をね、成長させるためにはね、ホルモン剤とか病気にかからないようにね、抗生物質バンバンね食べさせたりね。でそれね、もうなんていうか、本当のことなんですよ。いろんな人のもうちゃんと言ってる人はね、ちゃんと言ってるんですよね。そんなこと言ったらね、あの 牛乳の生産者には悪いけど、と言ってそんなにね、毒がガンガンあるってわけじゃないよ。もう全てほぼ大丈夫なね、その数値だと思うんですが、僕はね、どっちかっていうとケミカルなことにね、ものすごくね、過敏症って言ってもいいぐらい過敏な体質なんですよ。昔ね、もう何年か前か、味の素がね、石油でできてる頃に、そんな知らないよ。ね。中華料理屋行ったら、必ずね、背骨のもう真ん中あたりがね、鉛が入ったように重たくなったんだよね。ほんで、持ち前の、その、なんていうか、研究心でね、なんだろうって思って、ありゃあもしかしたら味の素の中ね、なんかあるのかなとかね。それでね、味の素買ってきて、それをね、水で溶いて飲んでみた。そしたらね、同じ症状が出たんだよね。だけど俺以外、家族で俺以外は誰もそうならなかった。僕だけなったね。そしたらね、やっぱりね、当時ね、あれ何だっけな、味の素なんとかシンドロームだったか忘れたけどね、やっぱり味の素のせいだっていうことになったんでね。そしたら味の素は、材料を石油からじゃなくて、サトウキビとかね、植物油のね、植物由来のものに切り替えたんだよ。それから味の素は全然大丈夫です。今でも大丈夫です。あとね、わしのね、過敏症の一例を言うとね、僕はね、ずっとね、
睡眠不足に悩まされてたのね。本当にね、もう睡眠不足に。で、一時期しょうがないから睡眠薬をね飲んだ。睡眠薬はもう絶対ダメだね。あれはね、逆に悪くなる。で、これも一生懸命考えた。緑茶だよ。ね。例えばね、コーヒー。コーヒーだったら、カフェインが入ってるのは、もう誰でも知ってるよね。僕でも知ってた。だから、コーヒーを、まあ、夜のね、7時以降に飲んだら、僕は、眠れなくなるタイプだから、ね。だから、コーヒーは朝飲めばね、目がパッチリになる。ところがさ、緑茶にね、カフェインが入っているとは、その当時はもう、よもや思いもしなかった。ね。日本人は緑茶はもう、しょっちゅう飲むじゃない。ね。ご飯食べても、途中でも、休憩でも。ね。だからね、緑茶にカフェインが入ってたんだよ。ね。だから緑茶を、いつものように、夕食の時に、夕食後にね、7時とか8時とかね、場合によっては9時とか10時ごろ飲んでたんだよ。コーヒー飲んだら寝れなくなる体質だから、緑茶飲んでも寝れなくなるタイプなんだよ。だけど緑茶にカフェインがあるとは思いもしないから、それがね、もう本当に分かんなかったんだよね。本当に分かんなかった、俺の睡眠不足の原因がね。それではたっとね、思って、まさか緑茶がかなって思って、緑茶をある日全く飲まなかった。飲まなかったらさ、本当に寝れたんだよ。いかにね、日本人がね、緑茶をね、毎日飲んでたかっていうことよね。で、それでまたいろいろ研究した結果、コーヒーと同じように、わしの場合は夜の7時以降に飲まなければ大丈夫ね。ただし7時以降8時9時飲んだら、だいたいね、3時4時ぐらいまで寝れない。うん、だからわしの場合は朝で緑茶飲むと逆に目がパッチリね、体も活動的になる。ね。だから、あとね、緑茶はね、やっぱり、いろんなね、ミネラルとかね、健康にいいものがね、いっぱい入ってるんですよね。それは認める。だけど、認めるけど、それをね、さらに私は研究した。そしたらね、これもね、お茶畑の人に申し訳ないけど、お茶のね、お茶、何でも植物はね、お茶ならお茶の、そこに、それを食草とするね、これ昆虫がいるんですよ。名前忘れたけどね。ある日、お茶畑に行ったら、僕はね、虫が大好きだからね、虫が一匹もいない。ね、あれ、これおかしいなと。うん。そしたら案の定、お茶畑には殺虫剤ね、どれぐらいの量なんか知らないけど、殺虫剤撒いてんだよ。ね、殺虫剤撒いてるから虫がいないわけ。で、お茶の葉っぱってさ、殺虫剤撒いたらお茶そのものが染み込んでいくでしょ、殺虫剤がね。それを飲んでるわけよ。ね、そしたら体にいいわけないよね。というわけで、わしはお茶もまあさほど影響ないかなと思いつつも、
ちょっと少なめに飲んでおります。それでさらに調べると日本でももう忘れちゃったら何とかかんとかお茶農園とかねところでは一切農薬を使ってないね、お茶畑もあるんですね。それはね、もう名前忘れたけどね、取り寄せて飲みましたね。素晴らしいです。もう味もいいし、それだちょっとねもうその現物こう見せればよかったなね。だけどね高いんだよ。高いだってめちゃくちゃ高くはないけどね。まあでもまあお茶はね農薬の量は多分少ないと思うから体感的にね、お茶はねもうあまり気にしないで飲んでおります。コーヒーを飲むのと同じぐらいね。コーヒーだってさ紅茶だってさやっぱりもともとはね植物なんだから、それは少しは農薬使ってないとさ虫が食っちゃうからね。まあそこまで気使ったらねもう人間生きていけないから、うん、と言いながらベラベラ喋りながら喋ってると20分で食べようっていうところをもうすぐねこうやってねもう喋り始めたらね止まらなくなるのが成田明でございます。早く食べよう。はい、うんうん、はいはい。はいはい、はい、猛スピードで。ねえ、喋ってるともう浅木まだら忘れちゃってさ。これ、おみちゃん、本当はね、この海に入れるんだけど、とりあえずね、助手席の足元のところに置いときます。はい、おにぎり。うん。お茶代わり。でもね、この辺まで来るとやっぱり涼しいよね。さあ、さっきあそこで地図を見たけど、ここからね、金精峠を抜けて日光ね、日光元湯温泉っていう中禅寺湖だね。中禅寺湖から、東京に帰るか、元来た道に沼田まで行って、沼田あたりから、沼田からね、ここまでの途中にね、追い上温泉っていうね、有名なね、混浴温泉があるんだよね。はい、これも一応これを、うん、
後でゴミ箱に入れるとして、箸もね、もうとにかく気に入って、あ、もう出発や、出発。今日も安全運転で行きましょう。これも本当はこれね、認証しました。お湯を沸かしてコーヒーね、ゆっくり飲むかと思ったんだけどね、まさかこんなとこでバーナーね、炊いてするわけにはいかないし、キャンピングチェアわざわざ買ってきたけど、キャンピングチェア開けてここでこうやって飲むわけにはいかないしね。なんだこれ、これは後ろに置いとくか。あ、おお、21度 C だ。さあ出発。あ、出発だけど、あれ、あ、コーヒーないわ。ちょっとね、コーヒーだけ買ってくるわ。コーヒーだけ、缶コーヒー買ってきます。ちょっとエンジンつけっぱなしじゃ、あ、悪いか。じゃあエンジン切ろう。缶コーヒー買ってきます。ちょっとこのままつけっぱなしで。はい、缶コーヒー買ってきました。はい、缶コーヒーです。あれ、顔認識してないじゃん。え、何あれ、こうやって途中でこうやると顔認識しないのか、これ。え、初めて知った。あれ、初めて知ったよ。あれ、なんでこれ硬いな。あれ、顔認識してない。こうやんなきゃ。はい、じゃあ朝のコーヒー、わしはコーヒー過敏症なもんで、カフェイン過敏症なんで、これを飲むとパチッとね、頭がクリアになります。うん、一旦これあれかな、こうやって向こう側にして、さらにビュッてやると顔認識するかな。ああ、したこういうことも知らなかったね。途中で外行ってパッと見たら顔認識してないんだよ。笑っちゃうね、いろいろね、こうやってね、経験しつつ学んでいくのであります。女を学ぶのと同じでございます。女の方が難しいけど、超難しい。この世で一番難しい、生き物は女ご飯でございます。ね、女ご飯。さて出発。アサギマダラちゃんとワンワンいてほしいです。
マーキング目標、マーキング目標30匹ね。アサギマダラマーキング目標30匹。VV はい、スタートします。はいはい、スタートします。はい、ニコニコです。はい、ニコニコです。こっちか、こっちがないと、こっちでこっちから回っていかないと、回りきれるか。あ、回りきれた。でもさ、道の駅でね、こうやって車中泊の人がねいらっしゃると、なんか嬉しくなるね。同じようなね、趣味っていうか同じような人がいらっしゃると嬉しくなるね。あれ、これどっちからで、あそこかね。え、同じ車中泊の人がおられると、わしもワクワクして、日本はええとこやなと、ねえ。